ていう相撲っていうのは非常にまあ特別な意味があり、その中で横綱という棋士を務める、単純にその相撲協会の番付の一番上ということ以上の意味合いを持っていると思いますが、横綱自身それについてどのようにお考えですか？まあ、もちろんあの、ね、綱を締めるという立場ですから、まあ、そのようには思ってますけど、思ってますし、まあまあ、そういう位置ですからね、まあ、やっぱり自覚を持って、まあ、やっていかないといけないと思ってます。初優勝して昇進して、そして次の目標ってどんな目標ですか？来場所優勝ですね。はい、よろしいでしょうか？横綱には品格が必要だとか言われますけども、今横綱が考える品格というのはどういうのか？まあ、難しいですけど、まあ、人それぞれやっぱり、ね、そういうのはいろんなこうありますけど、まあ、自分の中では、まあ、やはりこう見本となるね、まあ、手本となるような力士というのが、まあ、そういうと思ってますから、だからもうしっかりやっぱり相撲道に、本当に精進していくだけだと思います。それその結果、まあ、周りからね、まあ、そう言われるとまた変わってくると思いますけど。先ほどの八角委員長が、まあ、正式に決まった後に、相撲をやっている子もやっていない子どもたちも横綱の姿を見て瀬戸外関のようになって泣きたいと思うような風になればいいなというご期待をおっしゃってました。そういう今相撲をなかなか若い人たちに少なくなっていますので、どういう風になればいいなと。まあ、相撲の、ね、魅力を伝えるのも、まあ、我々の仕事であり、そして巡業でも、ね、こう地域と触れ合ってね、そしてそこに来る、ね、学生でもそうですけど、まあ、少しでも相撲の魅力を伝えていきたいなというふうには思ってます、ね。まあ、それで相撲興味を持ってもらって、まあ、またね相撲界に入ってくれればね、自分もそれ以上に嬉しいことないですよね。よろしいでしょうか？先ほどあの師匠から素直という言葉がありましたけど、入門してから特に素直にやってきたことっていうのは一番なんですか？まあ、自分は、まあ、ほとんど相撲経験がなくね、この相撲界に入ってきました。まあ、右も左も分からない状態、相撲も分からない状態で、まあ、それでこう、まあ、先代師匠がねこう指導してくれるそのまま、まあ、稽古場でやって、そして、ね、本場所でもそのような相撲を取って、まあ、そうやってやっていくうちに体もどんどん強くなってね、そして怪我もしない体にもなってきましたし、まあ、本当にこう言われてねやり続けてきたっていうことが、まあ、今こういう風になって、まあ、よかったと思ってます。まあ、頑丈な体もそうですし、まあ、怪我やしない体を作ってもらったっていうのはやっぱり、まあ、嬉しいですね。本当に、うん、よかったですね。他の横綱にもそれぞれ特徴があるかと思いますが、ご自分はどんな部分で勝負をしていきたいと思っていますか？そうですね、どうでしょう、やっぱ自分の納得できるような、まあ、相撲を取るのが一番だと思います。
格はありません。まあ、これスタートになりますけど、覚悟というのは、もちろん持ってます。まあそう、まあそういう立場になりますからね。うん、やっぱ中途半端なことができないと思ってますよ。どうでしょう、体重なんだろう。いやどうでしょうね、まあ、人の相撲はね、どうこう、ね、なかなか評価できる評価できないんですけど、まあ、自分はやはりこの、まあ、前に出る力っていうのはね、まあ、常にやっぱ言われて、相撲が15歳から入ってくるのに常に言われ続けてきて、そしてそれを磨き続けてきてね、十両幕内、そしてそれ、ね、大関も上がって横綱も上がってきましたから、まあ、やはりそれを信じて、やるしかないなっていうふうな自分のことは思ってます。